梱包材に触れて絵の具が落ちる可能性がたくさんあったので、ちょうど梱包材の中に空間に浮いているような、梱包をしました。絵の具がこの時点でパリンと取れたりすることもあるので、その神経を使うシーンです。竹べらでこうじりじり外していくんですけれども、最も一番手間のかかったところなんですが、浮いている絵の具をニカワで定着させているところです。鹿の角のニカワと、牛の皮のニカワを使い分けて絵の具を留めていきました。鹿の角のニカワも抽出する1番抽出、2番抽出、3番抽出、牛の方も1番抽出、2番抽出、3番抽出、性質が全部違うので、それを上手に使い分けて今回絵の具を止めていくっていう作業をしました。エタノールとかあといろんなのを使ってこう中へ浸透させるようにこう絵の具の下になんとかニカを入れて、で上から重りでこう押さえて乾燥させるという、そんな風な方法です。基本的にはグルリを、はい、のりをつけてるだけで空間、真ん中空間がふわふわっとしているような、そんな貼り方です。石州紙っていう紙なんですけれども、本石州紙って言って島根県の石州地方で好かれてる、とってもこういう下張りにはもってこいの強靭な紙です。で先ほどのは塗りをつけて、それをここで貼る美濃縛りっていう作業です。一番最初に銅針があって、はい、銅を縛って、はい、でその次に美濃掛けがあって美濃を縛って、はい、でその次受けがあって、はい、受けを縛ってっていう最後のこの受け縛りのシーンですね。紙をこうずっとこう貼っていくと、糊で下にこう沈むところがいくつかできるんですよ、はい、僕らかぶれるっていうんですけど、はい、でそのこう沈んでると本紙をその上にベタッとこう貼るとそこ本紙もへこっちゃうんで、はい、それをこうちゃんと引っ張ってあげるんですか。引っ張ってあげるっていう、本紙貼り上がって縁も打って最後の納品です。どんな作品にもこう一つずつ癖があって、ただ今回ものすごい量絵の具が浮いてたりいろいろしているっていうのにどういうふうに対応していくのかっていうのをこう手探りのような状態で最初始めていってるんですけれども、東京芸大の先生とかいろんな方にアドバイスを受けて、ニカワを上手に使いながらこう直していくっていうのに明け暮れたわけですけれども、これからもこう地のりがあって近くにもいるということで、できるだけこう温かく見守っていければなと、こう自分のやった仕事ですのでそういうふうにできればいいなと思ってます。私が、昔から日本人のその知恵っていうのは素晴らしいですね、襖絵のこう下張りに紙がもったいないということで本紙を貼るっていうことは素晴らしいですよねっていうお話をした時に、寺門さんがそれはもったいないっていうだけじゃなくて、保存にもメリットがあってっていうお話をいただいたんですね。でその時にその場でひらめいたのがこの企画なんですけれども、ただ白い和紙を貼るんじゃなくて、市民の方、県民の方とかたくさんのいろんな方に、古墳亭の思いを
墨で筆で書いていただいて貼ることは可能ですかっていうことを伺ったら、それはいいですねっていうことで、やりましょうというお話になったんです。でその後、監修の東京芸術大学の新井先生にも、ご相談をしまして、今でもすごくこう印象に残ってるんですが、じゃあ今回修復で、下張りに貼ったものが次に修復をして、表に出るのはだいたい50年から60年後なので、まるでタイムカプセルみたいですねって新井先生がおっしゃってくださったんです。でその時に、あ、本当だな、すごいなと思って、でその日のうちに事務所に戻りまして、企画の計画をこう立てたんですけれども、まずタイトルをどうしようかって考えた時に、その新井先生がおっしゃってくださった、まるでタイムカプセルみたいですねっていう言葉が浮かんで、襖絵タイムカプセル、未来に絵つなぐ公文邸の思いっていうタイトルがその日のうちに思い浮かんで、で企画の実現に向かいました。ワークショップの会場は講道館、このお部屋で行ったんですね。それはなぜかというと、講道館は学んだり武術の修練をするところで、偕楽園は楽しむところということで、創設者の徳川斉昭の構想では、講道館と偕楽園は2つで1つの教育施設ですので、ちょうど講道館で、ワークショップで墨で書いていただいて、でその後偕楽園でまた楽しんでいただくっていうことが、参加者の方にもとても思い出に残るんじゃないかなということで、講道館で、ワークショップを行いました。墨も最初は、墨汁で行おうかなとかって思ってたんですが、やはり新井先生の方から本格的な墨をするところからやった方が、保存のためにももちろんいいですし、参加者の方もこう墨を今するっていう体験はあまりしたことがないので、やってみましょうということになって、これがおそらく参加者の方にはとても印象に残って、大人の方も小さい時にしかやったことないわとか、小中学生は初めてやる子が多かったの でこの畳のお部屋で、静かな気持ちになって、墨をするところから始める。でその墨の香りがこう周りでこう観覧してたお客様にもすごくその香りが届いて、とてもいい香りですねっていうふうに言っていただいたので、本当に江戸時代のに本当にタイムスリップしたみたいな感じの環境の中でワークショップが行えたんですね。大人になった時の自分へとか、あるいは、お子さんとかお孫さんへの思いとか、ご家族への思いとか、とてもこう思いを込めて書いていただいて、皆さん本当に1時間半ぐらいのワークショップなんですけれども、あっという間に、もっと書きたいっていう感じの、感じで一生懸命書いていただいたのがとても印象的でした。ご自身が思いを込めて、書いた下張りの和紙が実際に、どこに貼ってあるかはわからないんですけれども、修復が完成した襖絵が、50年とかずっと長くこう受け継がれていくっていうことを思いながら見ていただければなと思います。